ユタ州ソルトレークシティのビビントアリーナで開催された NBA オールスター2023は、2月20日、現地19日に行われた第72回 NBA オールスターゲームでイベントを締めくくった。試合は184-175でヤニス・アデトクンボが率いる、チームヤニスがレブロン・ジェームズ率いる、チームレブロンに勝利している。試合後、アデトクンボが報道陣の質疑に応じた。どうしてジェイソン・テイタム、NBA オールスター新記録の55得点で MVP 受賞を選んだ。彼が空いていたからさ。リーグ最高の選手の一人だ。有能なスコアラーだよ。今夜示してみせたようにね。彼とちょっと話していたんだ。ハードにプレーし、真剣にやると分かっていた。だから、迷うことはなかったよ。マイナス20秒ほどコートに立ったが、今後に向けて手首の状態はどれくらい心配。1日ずつ、健康であろうと目指す。もちろん、3日前にインシデントがあった。オールスターゲームで長時間プレーするのは賢明だと思わない。もちろん、最終的には参加したいし、走り回って、ふざけたりして、ダンクを決めたり、いくつか仕事をしたいと思うのは当然だ。でも結局、成熟しなければいけないとも思う。辛い決断だった。でも、ここで休んで、備えて、チームが自分を必要とする時に出られる状態でいたい。そういった、成熟した決断だった。先日、いつかコーチになりたいと言っていた。考え直して、ゼネラルマネージャーになるべきでは、グレッグ・ポポビッチみたいに、ゼネラルマネージャー兼コーチになることもできるよ。わからない、一度ずつ取り組むさ。でもとにかく勝つことができて嬉しい。それにレブロン相手に勝てたんだ。だから、嬉しいよ。そのことが嬉しい。オールスターゲームの詳細。